ゃあ、始めていきましょう。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ジャズを始めたきっかけ、プロになろうと思ったきっかけからいきたいと思うんですけど、そもそも、僕もりょうくんも多分話しとったんですけど、僕はもう大阪さんですよ。ジャズ始めたきっかけは。まあ、そんなよいしょしなくていい。いやいや、よいしょじゃなくて、ほんまに。僕はあの、つくださんの後輩なんで。あ、そっか。ああ、つくちゃん。で、一緒に見に行きました、そういえば。ああ、懐かしいですね。ザズイラブリーですよ。ああ、そう。うん。ラブリー。はい。学生の時見て、で、東京に行った時は僕まだ髪の毛がこれぐらいまであったんで、うん、ハードロッカーだったんですよ。で、大阪さんと椎名さんのライブ見て、うん。うん、山下浩二さんです。あれ、あの時かな、ダグ？ダグ、ダグ、ダグ。覚えてるよ。うん、本当ですか。うん。で、そのままいたりと。あ、そう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 。よく覚えてくれてるんですね、すごい。学生に何人かで行って。入ってきたなって感じだった。え？イケメンが二人入ってきてさ、あれ？イケメンって、いや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 。オノマ。すごい覚えてる、だから。うん。オノマも髪長かったんですよ、こんな。うん。で、入ってって、で、次の日僕髪の毛これぐらいに切ったんですよ。あ、そうなんだ。大阪さんになるとか言って。でも、いや、あの時、ものすげえさ、なんかさ、やっぱりさ、ミュージシャンだから、ええ、自分らより目立ってる奴らが入ってるさ、なんだこいつらって思うんだよ。なんかさ、ステージにいるはずの俺たちよりも、なんか目立ってんな、こいつら、でかいし。でかい、二人ともでかいし、ああ、そう。で、まあ、で覚えてる。うん。もう、だから、こう、大学の時からしてたし、ビデオは、こう、大阪さんのビデオね。あの、すみません。あれ、練習から、はい、じゃあ、本番やってみましょう、言ったら、急にこう、隔たりがすごすぎて、参考にならへんねんけど。でも、確かに、できるようになったらそうなんですよね、確かに。てか、今もあんま変わんないよね、YouTube もそんなだし。うん、そうですね。いやいやいや。あれ、VHS テープでしたよね。あ、そう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 。いやー、もう見てましたよ。もちろんのこと。うん。なぜ？いや、あのビデオで日本のドラマーのレベル上がったでしょう、絶対。いや、間違いないでしょ。いや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 、申し訳ない。でももうめっちゃ印象的なのが、こう、曲が終わった後に、こう、シンバル止めようとするけど、こう、大阪さんこっち見てるから全然止まらんくてずっとこうやって。撮影ってめっちゃ難しいんだよね。俺、あれやって、本当にね、こういうのやっ、いっぱいほら、ビデオ、その当時も出てたじゃないですか、いっぱい。そういうの作ってる人、すごいなと思ったんだよ。なんか、食べって、たまって、うん、違う脳だから。難しいんだよね。確かに、確かに。うん、で編集の、今よりも編集が難しいじゃない？だから、うん、なんだろう、ツールがあるわけじゃないからさ。喋って、必ず、1秒から2秒開けてくださいって言われる。うん、うん、なんとか次はこれやります。ってやらなきゃいけないから、その間が、ついつい忘れるじゃん。あ、はいはいはい、はい。なんか、ああ、ダメです、ダメです、もう一回やってくださいってなって、そうやってるうちに飽きてくるんだよ。ああ、飽きてきた。もうまだやんのとか思うじゃん。あ、はい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 。すっごく難しくて、だから、あの、行動さんとかすげえなと思って。行動さんはね、うん。あれ、行動さんね、あの、これ、ここカットなるかもしれんけど、まあ、いいか、YouTube やし。僕のきっかけは、え、りょうくんは？あの、僕は、あの、最初についた、まあまあ、僕の師匠にあたる、関西の江守文夫さんっていう方がおられるんですけど、うんうん、あの、まあ、越智純子さんとか、が、ソウル歌ってた時代に一緒にバンドやってたりして。まあ言ったら、ファンクとかソウルミュージックとかに、強い人で。で、まあその人の影響なんで全然あの、なんていうんですかね。まあ、スタンダードとか、そのいわゆるその、リアルブックスね、とか見ながらセッションしだしたのはバークリー行ってからなんです。
その、語法とか、そのエクササイズ的なことは、その前に言ってた公用とかでも練習はしてたんですけど、だからどちらかっていうと、なんていうんですかね。遅いですね。すごい。ドラムの歴からしたら、ジャズに出会ったのはアメリカのバークリーってからって感じ。でもさ、はい。君ってさ、俺すっげえ驚いたのは、ディグリーで入ってるんだよね。はい、あ、でも、最後挫折しましたけど、頑張れ、前半、中盤ぐらいまでは頑張ってやってました。でも良かったです、その方が。てかね、今ほら、見てる人ディグリーって何のこっちゃかわかんないかもしれないけど、はい、要するにね、ディグリーとディプロマっていうのがあると。うん、わかります。で、ディプロマっていうのは、まあ、専門学校的なことですよね。あんまり、いわゆるアカデミックなこと、アカデミックがいわゆる、歴史とか、うん、そういうのやらない。うん、でも、で、僕は当然それだったんだけど、ディプロマ。うん、あ、大沢さんもディプロマだった。ディプロマ、ディプロマ、全然ディプロマ。もう大変だもん。めっちゃしんどかったです。ろくに音楽の、ドラムの練習できなかったです、最初の1年。まあ、いや、まあ、いわゆる音大のコースってことでしょ？要は。一般教養もありますし、うん、そのディプロマの人がやらない、そのトラディショナルスタディっていう、要は、楽典っていうんですかね、日本でいう。クラシックのハーモニーです。とか、四季とか。あれだよね、音楽とかもあるよね、取ろうと思うんだね。いろいろあるよね。いや、もう、似て非になるコースですね。日本の音大よりも絶対難しい。いや、最初の1学期、2学期ぐらいは、プライベートレッスンと、アンサンブル1クラス以外、その他のクラスはもうそっち系の。そうだよね、多分。はい。英語もろくにできなかったんで、死んでました、ずっと。いや。家でもほんと、ずっと、もう辞書引きながら、エッセイ書いたりっていう。副題山ほど出るもんね。そうっすね。大学レベルなんで、まあ、いくらバークリーとはいえ、何て言うんですかね。容赦ないっすね。だって、やっぱ僕の頃もほら、間違ってディグリー取ったらしいじゃん。ああ、はいはいはい。それだと思ってた。ひいひい言うもんね。すぐ辞めるもん、やっぱり。そうっすね。めっちゃ、いやでも、それがやっぱ、その英語になれるっていう意味じゃ、やっぱ、今考えれば良かったなって思いました。はい。例えば、ほら、のりたけくんっていうやんね。はいはいはい。彼はディグリー取って、さらに、ダトガースかなんか行ったんだよ。そうなんです。りょう？うん。のりたけりょうくんですよね。違った？いや、確か、でもね、あいつ頭いいんで。こう見るに書いてて、ええー、とか思ったんだよ。いや、ありえますよ。めっちゃ大変だからさ。いやいや。遊んでなんかいられないもんね。無理っす。副題。やっぱ、英語でエッセイ書かないとダメなんで、その一般教養の授業。こんなことやりながらジャズに出会ったと。だから本当にそのセッションとかやり出したんは、僕の先輩に長谷川岳さんと二本松さんっていう二人、素晴らしいドラマーがいはって、まあその二人がパッと卒業したんですよ。僕が2年目かぐらいの時。で、まあ、なんていうかですかね。日本人同士やとやっぱ課題とかも誘いやすいじゃないですか。まあだからそのスポットがちょっと空いて、うまいことそこに、飛び込めて、経験詰めたかなって感じの印象です。はい。のりたけとは？あ、かぶってました。ただ、のりたけりょうくんは僕よりも2年以上下ですね。下か。はい。歳ももうちょっとし、4、5歳下な印象ですけどね、確か。でも、一緒に練習とかしてましたよ、クラスルームに2人、2つドラム並ぶ。はい、そっか。りょうくんは、うちの紅葉の名古屋校におったから。ああ、そうですよね。僕アンサンブルしてとった、そういうの。ああ。そうなんだ。頭いいよね。いやー、大したもんですね。あ、いや、でも結局、最後の最後の方でもう無理ってなって、
ディプロマに転校しましたけど。あ、広瀬さんは？はいはい、あ、僕は、はい。うん、なるほど。じゃあ、大阪さんはなんかそのジャズ始めたきっかけ何なんですか？いや、俺の場合はあれですよ。親父がギタープレイヤーだったんで、うん、まあ、やっぱりね、あの子供の頃から、ジョージ・ベンソンだった。なんか知んないけど、親父はね、ジャズっていうよりフュージョン。なんかそういう系。で、日本だったら渡辺さんとか。ああ、はずみさん。なんかね、でもね、俺の親父は面白いよ。なんかね、中村さんのギター教室に、まあまあ俺の実家秋田なんですけど、うん、秋田から、中村さんのギター教室に行ったんだって。うんうん、で、そしたら、すっごい若くて高校生が、めちゃくちゃ上手くて、めっちゃショックを受けて、これは俺はダメだと思って、尻尾巻いて帰ってきた。すごいと思った高校生が渡辺さんだった。それやばいですね。もう、衝撃を受けちゃって、で、もう無理っていう風になった、うん、けど、まあまあ、でもそれでもフュージョン系のギターが好きで、うん、まあ、その影響を受けて、そうね、僕も、小学校ぐらい行ったら、やってた。え、ドラムやってたんですか？え、ギターやった？最初はね、いや、ギターはね、だ親父と一緒にやる、親父がほら、一緒にやりたいから、ははははコンサキをやってほしいわけよ。うんうんうん、で最初、ベース、コントラバスもあったからさ、うんうんうん、体もちっちゃいし、全然弾けなくて、無理って。で、フルートがあったから、フルートやったんだけど、フルートも全然鳴らなくて、うんうんうん、で、ドラムセットに。へー。あれでも、バークリーって作曲コースで入ってなかったですか？いや、僕はね、もう一番簡単なプロフェッショナルっていうコースです。一緒です。プロフェッショナルね。でも、多分柴田くんの頃はもっと難しいよ。いやいや、あの、必修全くほとんどないんで、多分一緒やと思うんです。あ、そう？はい。あ、もっと後なのかな？すごい難しくなったらしいよ。まあまあ、あの学校はザルでしたから。あの本当に本当にプロフェッショナルなコースになったんですね。あの契約書の書き方とか、そういう系のそっちの方のマネジメント系になってったみたいだけど、その頃は何取ってもいいって言って、だからまあまあ何でも取れたし、うーん、楽にいろんなクラスをやってるっていう。